佐々木朗希さん、今シーズンの通算成績が理解不能すぎる W。佐々木朗希に勝0敗、13回、被安打2、奪三振22。気違いすぎる。被安打にて。山本由伸倒したらもう相手いないじゃんロッテ。奪三振率おかしいやろ。イニング食えるようになれたら無敵になる。パワプロかな。シーズンで何かタイトル取れるんか。また今年も投手指標を破壊してんのか。佐々木ポスティング後のロッテファンって落差で頭おかしなるやろ。見るとこないやん。動画を作成する活力になりますので、チャンネル登録していただけると震えます。